こんにちは。この動画でこの漢字の話をします。この漢字勉強しましたよね。で、これは間、それから訓読みがね、2つあります。間と間です。他にもあるけど、まあ大体これですね。メインはこの2つ、まあ間は大体間ですけどね。で、それから音読みね、漢、弦、剣、この3つの音読みがあります。はい、で、この漢字の意味は、2つの場所の間という時ですね。例えばここはプラハですね。プラハで、ここはパルドゥヴィッツェです。プラハとパルドゥヴィッツェのこの間にコリンがあります。コリンはプラハとパルドゥヴィッツェの間です。2つの場所の間ですね。はい、で、それからこの間はね、時間にも使えます。例えばこれ、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日で、火曜日は月曜日と水曜日の間です。これ間ですね。月曜日、水曜日、その間に火曜日があります。それからこれね、1時、2時、3時、そうするとこの1時と2時のこの間は1時間ですね。これ間、この漢字がありますね、ここね。はい、1時と2時のこの間は1時間です。で、これは 2-1 は1だから1ですね。1時間ですね。で、1時と3時の間は2時間ですよね。これ 3-1 は2ですから2時間ですね。はい。ということで、これね、時間という言葉があります。はい。で、今時間説明しましたが、ここにね、この漢字、この間、この漢字を使った言葉が 1,2,3,4,5,6,7,8 8つあります。で、この言葉について話します。はい、で、今時間は今説明しました。で、次ね、これ関節、この感じね、関節と読みます。この言葉は関節と読みます。で、この漢字はまだ勉強していません。で、この漢字の意味は、コンタクトです。はい。で、この関節の反対の言葉は、直接です。この漢字もまだ勉強してないと思いますが、この言葉、直接、これはダイレクトの意味です。で、例えばね、私は会社で働いています。で、何しようかな。プラスチックにしようか。プラスチックのパーツを作ってます。で、その現場でちょっと設備、マシンのトラブルがあって、で、私はそのトラブルをマネージャーに報告、レポートしました。そしたらマネージャーはそのレポートを読んで、あ、これは大きい問題です。と言って、そのレポートを社長に、社長のにその話を報告しました。レポートしました。そうすると、私のレポートは社長が読みましたが、社長は私から直接、ダイレクト、直接、そのレポートをもらっていません。この間にマネージャーがいますよね。だからこういうのを間接と言います。間接的に社長にレポートを渡しました。間接です。このダイレクト、これ私が、マネージャーなしで私がダイレクトに社長、これは直接です。はい、これが間接の意味です。はい、じゃあ次ね、これ。この漢字は、完食すると読みます。完食する。この漢字は勉強しました。食べるですよね。で、日本では、まあ、チョコもそうですけど、一日に3回メインのご飯があります。朝ごはん、昼ごはん、晩ごはん。これいいですよね。朝ごはん、昼ごはん、晩ごはんです。で、
その朝ごはんと昼ごはんの間に、なんか例えばケーキを食べます。こういうのは完食すると言います。このご飯とご飯の間に何かを食べます。はい。で、次ね、これ、この感じね。この感じは夜ですよね、夜。で、この二つ、この感じを二つで、夜間と読みます。夜間です。で、夜間はこれ字を見てわかりますね。夜の間ですね。で、例えばね、どっかの会社とか郵便局とかね、夜も開いています。だけど夜は特別な入り口があります。昼間朝8時から夜8時まではこのメインの入り口です。だけど夜はこっちの横に小さい入り口があります。これのことを夜間入り口と言います。夜の間に使う入り口という意味です。夜間入り口。それとか、あとね、この夜間高校という言葉があります。夜間高校ですね。高校はいいですよね。学校の種類ですよね。で、高校は普通は、朝8時半から、子供たち、学生は8時半から夕方4時頃まで、学校で勉強します。だけど、日本では、チェコにはないかもしれません。日本にはありますが、その夜間高校。で、これはね、夜勉強する高校です。で、昼間、朝から夕方まで会社で働いて、夜勉強したい人は、この夜間高校に行きます。日本にはこれがあります。はい。で、次ね、この漢字ですけどね、この漢字も新しい漢字ですね。で、これね、読み方が隙間です。隙間。で、この隙間、これ間ですね。この漢字じゃなくて、こっちの訓読みですね。隙間。で、これは何かって言いますと、ここに2つのパーツがあります。で、これを今、組み立て、アセンブリーしますね。そうすると、この間にギャップがありますよね。見えるか見えないかなちょっと見えないかもしれない。ギャップがあります。これを、このギャップのことを隙間と言います。これはこのパーツとこのパーツの間にギャップ、この間にギャップがありますよね。だからこれは隙間と言います。はい。で、次、この言葉。これはね、読み方は人間です。人間と読みます。人間、これですね。はい。で、人間はね、この人と大体同じ意味です。大体同じ意味です。はい。それで、これ今この 1,2,3,4,5,6,6 個、6つの言葉を説明しました。で、あと、ここに2つありますね。これ、車間距離。車間距離。で、この距離、これはね、例えば、ここか、私今カメラの前で話をしていますが、私からカメラまでの距離はだいたい1.5メートルです。1.5 メートルです。これが私とカメラの間の距離です。はい。じゃあ、この言葉、車間距離。これは意味は何でしょうか？はい。で、それともう一つね。これ、中間業者。中間業者。この業者というのは会社と大体同じ意味です。大体会社と同じ意味ですね。この業者ね。はい、じゃあ中間業者。はい、じゃあこの二つの言葉は今説明しません。説明しません。この二つの言葉の意味を考えてみてください。この漢字を見て言葉の意味を考えてください。車間距離、それから中間業者。この二つのことです。はい、じゃあこの動画はこれで終わりです。さようなら。